この度は誠に申し訳ございませんでした。8月9日日曜日に TikTok を上げることができませんでした。本当に申し訳ございませんでした。笑ってはい、あのね、覚えてはいたっていうか、あげようあげようって言ってたんだけど、寝ちゃった。昨日ね、そう、あのめっちゃ暑い日だったんですよ。で、昼間ちょっとね、ちょっと出かけてて、もうめっちゃ暑くてね、やばかったね昨日ね。やばかった。で、ちょっとね、帰ってきてからね、ちょっとしほちゃんね、ちょっと頭痛いってことになっちゃって、ちょっとまたね、なんか熱に弱いのか、前もちょっとなっちゃったけどね、軽い熱中症気味になっちゃって、ちょっとね、早めにね、寝ちゃったんです。で、 TikTok 上げなきゃ、家に帰ってあげなきゃって言ってたんだけど、ちょっと具合がね、ちょっと悪くなっちゃったので、はい、すいませんでした。すいませんでした。毎日投稿するってね、あの誓いを立てたのも、まあ、YouTube だったので、一応ね、あげられなかったっていうね、こともちょっと報告しなきゃなと思いまして、今回またね、こうやって撮りました。はいね、本当はもっと、じゃあ気持ち悪くなる前に撮っとけばよかったじゃんって思う方もいるかもしれないんですけどね、ごめんなさい、ごめんなさい、そこは本当にいつもギリギリで、すみません、すみません。はい、ということで、はい、はい、早くということで、昨日は多分2本か3本上がってるんじゃないかと思います。上がってます。あの、日曜日上げられなかったから、月曜日は多分2本か3本上げるって言ってたんで、上がって、今この撮影してる時点では上がってないけど、うん、上がってないです多分上げてくれると思うので、はい、皆さんね、よかったらね、 TikTok も遊びにね、来てください。はいはい、すいませんでした。ということで、すいませんでした。本当にすいません。